バンドリさんです。初めてこのお店を見たのかな。キーポートのブランドのお店ができたのかな。無国籍だ。とってもいいあのニットブランド。ではオーナーの笹岡さんをご紹介します。笹岡さんです。どうもはじめまして、笹岡です。あ、笹岡さんとこのニットはいろいろ僕もすんげーたくさん持ってるんですけど、バンドリさんがどういうところにこだわってものづくりをされてるのかっていうのを直接笹岡さんからお話を伺いたいと思います。ニットがもう8割9割型の、まあ、お店なんですけど、まあ、ブランドとしてはあのバンドリっていうショップ名のブランドと、あのブルブレっていうブランドの中高生でありまして、この素材を使ってどんなことまでニットでできるのかなっていうようなことをこうあの初めのコンセプトとして、リラックスですとか癒しのアイテム、オフの、 あのスタイルをこう楽しんでいただくっていう、旅するニットっていうのをオープン以来あの提唱してまして、旅行ですとか出張ですとか移動のためのスタイルをニットで旅的にどこまで表現できるかなっていうことをコンセプトにやってます。往年のパリっぽい、そういうニュアンスがこの店にあります。これなんかボロっぽいでしょ。下の靴の合わせ方とかもね、本当にこれ本当にね、あのパリで歩いてる人たち、こういう感じです。こういう感じでしたよ。パーカーとショートパンツも実はニットの理念なんですけど、いわゆるもうセットアップですね。特徴としてはやはりこの襟のフードの立ち具合、フードの収まり具合によってなんかすごいやっぱり顔が全然変わってきちゃうので、フードとボディの部分にこう台襟を挟んで、襟が立つように立体的になるように工夫をしてます。だからここはこう綺麗にこうロゴが出るわけですね、はい、そうなんです。なるほどね。同じ素材でこういうショートパン、パンパンっていうと少年っぽくなっちゃうので、パンパンに長袖っていうスタイルを、まあ、大人の人にこなしてもらいたいなっていうのをちょっとこうあのアピールしてます。でこのショートパンツに関しては定番で、あのずっとこういうロングパンツもやってるんですけど、3年前にちょうど青柳さんと、まあ、パンツのシルエットでキャロットパンツだよって言われて、それからずっと秋冬はウールで、春夏はこのリネンのニットでこのシルエットを定番としてやってます。ここに来てやっぱりリピーターの方とかだいぶ増えてきて、で今年はあえてまたこのカーゴのタイプでシルエットキャラやね、あれもちょっと今年の売りなんですけど、いわゆるボタンレスの代わりなんですけど、もともと私あのレディースの企画をやってまして、やっぱりこういうスタイルのことをボレロっていう表現してたんですけど、はい、本当にさらっとこう羽織ったり、それだけでちょっと一気に伸ばしができちゃう。まあ私が着ているのも今年のおすすめなんですけど、いわゆるニットのオープンカラー解禁シャツですね。80年代のパリのスタイル、ちょっとこうヴィンテージがかった、なんで凹凸をつけてるかっていうと、直にこう肌に当たる部分がシェアサッカーのように凹凸つけてあげると、ちょっと涼しげに着こなしになる、見た目も涼しいですし、着た時もほんと涼しく着られる。これアンサンブルなんですよ、はい、この上にさっきボタンでカーディガンキュッとかけて、これもシャレですよね。これもあれですね、カーキーのパンツとか白のパンツ、そうですね、あと黒も結構おしゃれかもしれないですね、はい、黒のボトム、黒の短パンなんかに合わせてかっこいいですね、うん、それもあるし、はい、パリっぽい、そうですね、まあ、今年はちょっとこうコロナの影響であんまりリゾートっていう予定がなかなかつかないんですけど、妄想リゾート、うん、あれだけでもそうですね、これ全部前開きのシャツタイプなんですけど、見た目プリントなんですが、最新技術を使ったジャガードなんです、ね、これはジャガードっつってもジャガードに見えないぐらい、これもね可愛いですよね、はい、これはあの1950年代にちょっとヴィンテージのビーチウェアからインスパイアして、ちょっとその当時の柄をあの今の技術で再現したっていうニット T シャツ、
スニーカー今回スペルが大きいですよ、ね、はい、まあ、通常はもうスタンダードはあちらにあるものなんですけど、ちょっとこうクラシックな、あの顔をしたこのタイプがうちのテイストと合ってるので、でこのマスタードとサンドホワイトですね、これが新色で、これなんかすごい雰囲気あります。バンドリさんはそのメンズだけじゃなくてウィメンズもエイジレス、ジェンダーレスで来てもらえ、あのいただけるものがいっぱいあるんですけど、レディースに特化した企画もあって、その企画をやられている美人さんをご紹介します。菊池くんです。こんにちは、店長をしております菊池と申します。長いでしょ。ユニセックスでご提案しているお品物も多いんですけれども、今季一押しがですね、今私が上下で着てますこちらのキャミソールとパンツになります。こういう感じであのセットアップで着ていただいて、お手持ちのこういうちょっとリネンのシャツですとか羽織っていただくと、また雰囲気がガラッと変わって使いやすいですし、もちろん別々で着ていただいても着やすいアイテムです。100% なんですけど、雰囲気の違う糸をこうミックスさせて仕上げてます。でこちらもこの辺りから編み地をちょっと変えてまして、こちらのヒップですとかこの辺りはあの透けにくい編み地にしてまして、ももから下はちょっと軽めの清涼感を出してるので、あの真夏でもかなり着やすいアイテムになってます。触れてくなるでしょ生地の食感もそうなんだけど、なんかこうシルエットが、そうですね、ちょっとこう膝下からちょっとバーベルな感じで、はい、フレアな感じになって、なので足長とちょっと細くもシルエット見せると、こちらもよく見るとライムっていう色なんですけど、ライムと白のミックスですね。でこちらが今私が着用しているのがブラウンと白のミックスですね。ちょっとメランジのような感じにしてます。で今日はもう本当にパキッと着ていただくように真っ黒です。コーディネートで、それがいいアップですね。ラグランの半袖なんですけど、ラグランでちょっとドルマンのようなボリュームを出してまして、裾と袖のリブもあえて幅広めにお作りしてて、こちらの白も、まあ、白なんですけどちょっと卵の黄身のような青みがかってるような白になってます。長袖のラグランタイプです。こちらもボタンを3つぐらい開けてデコルテをきれいに見せていただいても素敵な着こなしだと思います。ラグランのカラー展開で白とピンクとちょっとオレンジっぽい感じのブラックですね。こちらのスカートもミラノリブという編み方で前にスリットを入れてます。でこちらも結構目を詰めて編んでるので、透けにくいですし、着丈もかなり長めのすねぐらいにしてるので大人っぽいシルエットです。で配色もどこか懐かしいレトロな雰囲気の配色にしております。私は今日これをいただきたいんです。それもう引き出しいっぱいバンドリーなんですよ。マヌールってブランドバッグ。可愛いんですよ。このリュックはでも本当に何と言っても顔が佇まいがすごいいいですよね。シンプルすぎずかといってこうアウトドアっぽすぎず、ただ機能は結構アウトドアの機能がいろんなところに、こういう手当ての部分なんかでも速乾性ですとか、あとこれのもう僕一番気に入ってるのが、通常こう、まあ、電車なんか乗ったりとかする、これをこうやってそうじゃないですか、このショルダー掛けのここにがついてるだけでこういう風にこういうちょっと収納ですね。すごいサコッシュって白とブルーか、あのボディに着てるこれもね、あのマヌーさん、これもいい、それ僕もね、ネリ持ってる。こち
ちらのあのサコッシュで定番のタイプなんですけれども、私もこの白を愛用してちょっと短めに持っていただくのがスタイリッシュかなと思います。おー、いいわ。こんな感じです。白で爽やかですけどレザーで大人っぽい軽快感でいろいろお散歩できます。